こんにちは、手作り村です。今回は5月にですね、除草剤を、水口から流し込むというのをやったんですが、それから1ヶ月近く経ちまして、除草剤の効果というのはどうなっているのかということで、現在の田んぼの様子をご覧いただきたいと思います。ということで、除草剤の流し込みなんて本当に大丈夫かねっていうふうに思われる方多いと思いますが、条件さえ整っていればとても簡単なのでメリットは大きいかなというふうに思います。それでは今回は最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。